メンズゴルフツアー表彰式を開始いたします。はじめに大会主催者和田博明よりご挨拶を申し上げます。皆様お疲れ様でした。皆さん見てたと思うんですけども、ずっと一日バタバタしてて、今日何を喋るかなんか全然頭に入ってないんですけれども、まずは楽しかったでしょうか。選手の皆さんも楽しかったでしょうか。良かったです。こういった世界の情勢があって、なかなかスポーツをのイベントをですね、やることができない、現状なんですけれども、そんな中でも日々、頑張って練習している選手たち、そしてそれを支えている皆様が一緒にこう楽しい空間を作れたら、なんとか作れたらいいな、いいか、どう作ったらいいかなってことをこう悩んで生まれた大会が、第1回大会で、ここから、第3回大会、こうやって、より大きくなって終了できたこと、まずは皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。そして、このまず大会ができるのも、この裾野カンツリークラブ、この場所がないとなかったら、おそらくできていなかったと思います。本当に3回大会までですね、ありがとうございます。また、これからまたね、この大会が続いて、続けていきたいと思っておりますけれども、またその際にはご協力、よろしくお願いします。園さん、ありがとうございました。まずこの大会の特徴としては、冠スポンサー企業の力に頼らず、皆様の力で、選手への商品を生み出そうというところがベースではあったにもかかわらず、本当に多くの、企業サポーターさんが、協力してくれました。本当は一社一社ね、感謝を申し上げたい気持ちもあるんですけれども、ちょっと雨もパラパラ降ってきたので割愛させていただきます。まずは心より御礼申し上げます。ありがとうございます。またね、この大会が続いていくためには、とても、ね、特徴的な大会で、選手と皆様の間には、ロープがない、というところを大事にしております。これも皆様のモラルに本当に委ねた形での開催ですので、この大会を続けていくためにも、今回のような今までの第1回、2回、3回のような、モラルのある、応援の仕方、新しいスポーツ観戦の仕方というものをですね、世の中に知らしめていけたらいいなと思ってますので、今後とも努力よろしくお願いします。はい、それでは、以上をもちまして私の挨拶返させて、いただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは各賞の発表です。まずはホールインワン賞です。ホールインワン賞は50万円の賞金になります。残念ながら今回は該当者がいらっしゃいませんでした。ご協賛をいただきました、京都の村田茶園、村田康史様、ご紹介だけさせていただきたいと思います。村田様、簡単にご紹介させていただきます。この高額な50万円という、ホールインワン賞を突然インスタの DM で何か力になれないかということでフラッとこうコメントをいただいて、でお電話をしたんですけれども、もう自由に、残念ながら該当者はいなかったんですけど、
出やすいような品位置を一生懸命考えたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、最多バーディー賞のご紹介です。最多バーディー賞10万円は株式会社日本 HP 様からのご協賛をいただきました。最多バーディー賞は、4個のバーディーを奪取された、2名いらっしゃいます。山田佐穂さん、もう1名は荒川由奈さん。贈呈なんですが、日本 HP、専務執行役員の平松信也様、休養で、お帰りになってしまいましたので、代わりに和田から贈呈させていただきます。ありがとうございました。続きまして、6番ホールイーグル賞の発表です。イーグル賞10万円も株式会社日本 HP 様からのご協賛です。達成者は、飛田恵里選手です。ありがとうございました。続きまして、ベストパーティー賞の発表です。ベストパーティー賞は、その組のトータルスコアが最小の組に贈られます。今回は、第5組目と6組目、2組、トータル227ストローク、平均が 75.6 ストロークで、第5組目、上野日向さん、高山香織さん、増田夢乃さん、第6組目、石川真由香さん、川村くるみさん、荒川由奈さん、前の方にお願いします。ご協賛は、大会公式ホテルであられますホテルクーネルイン様より、ペア宿泊券と賞金6万円、また、裾野カンツリークラブ様より無料プレー券が贈られます。贈呈はホテルクーネルイン会長吉川雄二様、お願いいたします。ありがとうございました。続きまして、株式会社ヤオキン様、本日無料でうまい棒等のお菓子を無料配布していただいたんですけれども株式会社ヤオキン様の創業42周年を記念して、第42位への選手のヤオキン賞が贈られますが、今回は、39位タイが4名いらっしゃいましたので、こちらの4名に贈呈されることになります。C 三森さん、柳井さなさん、荒木美優さん、中山彩香さん、前の方にお願いいたします。贈呈は株式会社ヤオキン代表取締役住谷正彦様、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。それでは第3位の発表です。トータル74ストローク、山田沙帆選手です。続きまして第2位、トータル73ストローク、高山香里さん。そして第3回サンクスウィメンズゴルフツアーの優勝はトータルスコア70、荒川優奈選手です。おめでとうございます。優勝されました荒川さんには100万円が贈呈されます。ありがとうございました。今回は100万円現金のお渡しは、なしということですみません。明日以降含みさせていただきます。また優勝副賞を3つ ご協賛いただいております。1つ目は、先ほどご紹介させていただきましたホテルクーネルイン様よりお米1票が贈られます。贈呈は、クーネルイン会長吉川裕二様お願いいたします。ありがとうございました。2つ目の優勝副賞は株式会社ヤオキン様より信じられないくらいたくさんの駄菓子贈呈は株式会社ヤオキン代表取締役角谷雅彦様お願いいたします。3つ目の優勝副賞は、株式会社湘南貿易様から、ノンアルコール商品の詰め合わせセット1ヶ月分36本が、贈られます。贈呈は株式会社湘南貿易代表取締役橋本則夫様、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。そして続きまして、同じく、株式会社湘南貿易様から、優勝された、荒川さんのようにシャンパンファイトをするためのシャンパンをご用意いただいております。ノンアルコールワインドゥックートモンターニュをご提供いただきました。はい、準備をお願いします。F1 でよくシャンパンを頭からぶっかけるというような、振って、はい、社長、すごい振った方がいいんですよね、社長。はい、ではお願いします。おめでとうございます。
ちょっと避けすぎなんだ。大丈夫です、優しいマネージャーがタオルをご用意しております。では、優勝されました荒川優奈選手、スピーチの方をお願いいたします。でした。まずはじめに PWGT の関係者の皆様、そのカンツリークラブの皆様、ギャラリーサポーターの皆様、本当にありがとうございました。もう本当にコースのコンディションが素晴らしすぎて本当に難しかったです。でも、皆様の応援とか、応援で私も、最後まで耐えて頑張れました。この大会に、もう3回目なんですけど、いつも出るたびに皆様の前でプレーできることがこんなにも幸せなんだなっていつも思います。これからはもっともっと大きい舞台に出て活躍している姿を見せられるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度荒川優奈選手に大きな拍手をお願いいたします。以上をもちまして第3回サンクスウィメンズゴルフツアーを終了とさせていただきます。本日はプレイヤーの熱い戦い、そしてサポーターの皆様の温かいご声援で大会を盛り上げていただきまして誠にありがとうございました。それでは、選手の皆さんの写真撮影を、いたしますので、皆様、前の方にお進みください。選手の後ろに配置されないでください。サポーターの皆様、選手の皆様、写真撮影いたしますので、後ろ側の方、では、マスクなしバージョンをちょっと数枚ご協力いただいてよろしいでしょうか。すみません。
ありがとうございました。すみません、もうちょっとご協力お願いします。ありがとうございました。以上をもちまして第3回サンクスウィメンズゴルフツアーを終了とさせていただきます。